8時半にミルクをあげたんですけれども、その後ねすぐね9時ぐらいから寝てしまってですね、9時ぐらいから、さっき11時ぐらいにここに来たんですけれども、それまでずっと寝てました。ということはですね、きっとね昨日の夜ねあんまりこうぐっすりとしか寝てなかったのかなと思います。で、割とねこう決まった時間に寝てくれればいいんですけれども、まあその日の、気分だとか、それからちょっとこうやってこう運動をさせたりですねしてるんですけど、そういったことでですね、きっちりね毎日同じようなペースで運動とかっていうのがねちょっとできなかったりするので、そういった意味合いもあってね、夜ぐっすり寝てたりする日もあれば、お昼間ちょっと寝てたりとかっていうこともあります。で、何時間ぐらい寝てたかっていうのはねちょっとねよくわからないですけれども、まあ人間の赤ちゃんぐらいは寝てるのかなと思ってたんですけれども、最近ねやっぱりこういろいろこう見えてきてですね、いろんなもんにね興味を持ち始めてるんで、なかなかね寝ませんね。ただね夜ねやっぱり電気を消すとですね、だん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 何も見えなくなってしまうので、そういった関係でね夜の眠時間っていうのはそこそこ、あるんだと思います。よろしいでしょうか。残り5分程度なんですけど、何かコリアの赤ちゃんについて聞いてみたいことはありますか。はい、どうぞ。ドラミングをするか、コリアがこうやるやつ、ドラミング